こんにちは、ハルです。今回は拾われた男の予告映像が解禁になったので、そのことについて話していきたいと思います。放送日の 2,3 週間前には予告映像が解禁になるんではないかなと僕はずっと予想してきたんですけれども、いよいよ来ましたね。1分間の予告ですけど、見るとすごく面白そうですね。そしてつよぽんのビジュアルがめちゃくちゃいいですよね。中学生丸山の時のビジュアルに近いですよね。メガネをかけている役っていうのはつよぽん珍しいので、結構ねファンの人もこれは好きっていう方多いんじゃないでしょうか。映像を見るとその役のビジュアルとかその作品の世界観とかがなんとなく見えてくるので楽しみにしてたんですけれども、主演の仲野太賀さんもやっぱり素晴らしいなと思いました。あの松尾さんにかなり容姿も似てますし、主演としての佇まいとかこう引きつける力みたいなものも感じました。そして映像も綺麗でしたし、お金もやっぱりたくさんかけてくれてるんだろうなっていうふうには思いました。 NHK とディズニープラスが共同で作るので、その制作費とかはしっかりあるだろうなと思ってたんですけれども、これはアメリカロケとかもかなりお金をかけてくれてるんじゃないのかなと期待したいです。このドラマが発表になってつよぽんが出演するって決まった時は、つよぽんは主演ではないのでそこまで出演シーン多くないのかなとかって思ってたんですけれども、このキービジュアルにも、中野太賀さんと伊藤沙莉さんと一緒につよぽんの3人で映ってますし、映像を見る限りかなり重要な役なのかなというふうに思いました。つよぽん演じるお兄さんはちょっとひょうひょうとした変わり者なのかなっていうふうな印象を受けましたね。拾われた男は全10話なんですが、今回の1分の予告で使われてたのはおそらく1話から3話ぐらいの内容なんではないのかなと思います。つよぽんはおそらく1話から登場して、その後2話3話以降は主人公がメインとなるので出演シーンはきっと少ないんだと思います。そしてアメリカにお兄さんが渡って、そこでその主人公が追いかけていってからのアメリカでの場面というので、またつよぽんがたくさん出演してるシーンが多いと思います。お兄さんがアメリカに行くのが多分4話とか5話ぐらいなんじゃないのかなと思います。その後主人公が追いかけていって、5話とか6話ぐらいから、最後の9話10話ぐらいまでがアメリカでの場面が描かれるのかなと思います。まだ僕も原作の小説や漫画を読んでないので、どういった展開になるかっていうのはわからないんですけれども、このわからないままドラマを楽しみたいと思ってます。ツイッターの反応を見ると NHK の BS でも見れるっていうのを知らない方もちらほらいますし、あと配信時間、ディズニープラスは毎週日曜日の23時から配信されるようです。なので BS だと22時から見れるので、最速で見れるのも BS なんですよね。これがあんまり知らない方たくさんいるんではないでしょうか。やっぱりこうお金を払ってディズニープラスに加入するメリットとして最速で見れるっていうふうに思ってしまいますけれども、今回はそうではないみたいです。 BS の方が22時から1時間早く見れるそうです。いよいよあと10日ほどで、初回の放送日になるんですけれども、その放送に合わせて何かこう宣伝活動っていうものがあるのかなっていうのが気になってます。舞台挨拶付きのこう初回の先行上映会みたいなものが映画館とかでもしかしたらあるのかなと思うんですけれども、ただ今のところそういった情報もないのでそのままないのかもしれないですし、あと民放のバラエティとかの宣伝っていうのも NHK が共同で作っている作品なのでそれもないのかなと思ってしまいますね。可能性としてあるのは NHK の番組での宣伝ですけれども、この場合はおそらく中野太賀さんがやられると思います。つよぽんが出演するっていうことはほとんどないんじゃないでしょうか。あとはラジオとかであれば中野太賀さん、それこそ五郎さんのトラットとかにも来てくれる可能性ありますし、7人もね来月の放送とかで、中野さんとか伊藤さんとか来てくれるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。最近つよぽんがいろんなところで中野さんの話をしてくれてるんですけれども、結構撮影で仲良くなった印象があるので2人がまだ話してるところも見てみたいですね。また放送が始まったら毎週感想動画を上げていきたいと思います。本日の動画は以上となります。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。